なぜかロシアなんだ、うん、クルちゃんはちょっと興奮とかしないな。でエミタロちゃんはなんかちょっとボディタッチとかされて一瞬ちょっとむくむくとなった、うん、でウサちゃんは、まあ、ねだられた時にちょっと反応したぐらいかな、うん、でも配信したいが勝っちゃったんだ。やるよりももう配信したいなが勝っちゃった。でアリサちゃんもちょっとまあムラムラしちゃった。それぐらい。でも最近全くやってない。ナイスをして寝る。ありがとう。マジでやってない。やってないんだけど、全然そんな興奮しない。うん、クルちゃんとキスとかしたら、それはね始まるけど、そういうことも多分ないんで。うん。最後は佐藤、最後は眉毛や。眉依頼してないよ。できるチャンスは結構あったんだけど。ふわっちで20人ぐらいですよ。でも一途だね。数合わせて何？ナイスの？いや免疫とかわからん。なんか俺皮かぶってて感覚があんまないからチンコ。包茎だとなんか。先っちょの感覚があんまないっつうか、多分普通の人より感度はないんじゃない俺のチンコ多分ね。うん、ズル向けの方がすごい感度が良さそう。でも俺皮かぶってるから、うん、分かんないあんま。どれも別に大して、うん、痛くない。あのちゃんと向けるんだよ。かわいそう、うん、で、ずるむくとあの戻ってきちゃうんだよ。あの、気筒がちっちゃいっていうか、そんなに先っちょが大きくないんで。気持ちかった人、それはみんな気持ちいいでしょ。好きで付き合ってるんだから。それ気持ちよくない人いなかったから。みんな気持ちいいでしょ。マンコにチンコ入れたら気持ちよくないマンコとかあるの？ないでしょ、基本的に。気持ちいいでしょ。うん。だから基本的に入れたら気持ちいいから、自然と腰振るようになってるんだもんね。うん。だってもともとはあの動物ってあのそこまで頭が悪いじゃん。知能がないじゃん。だからでも自然に覚えるってことはもう気持ちよくて動いちゃうんだよ。うん。だよね。犬でも何でもそうだけど、知能が低い動物ですら腰を振るんだから、うん、本能なんだよね、うん、だから下手とかっていろいろあるけど、そもそもあの下手も上手いもなくて突っ込めばなんとかなるんだよ、うん、そうできてるんで、うん、で俺は本能タイプだから。どなたか今来たから流れ。あ、ちなみに昨日くるちゃん家泊まりました。で、ってことなんですよ。まあ、簡単に言うとね。で、今日もクルちゃん家泊まってます。うん。簡単に言うと。うん。やばい。すごいガスが出る。口からも、ケツからも出るんだけど。どうしよう。ね、帰れよとも、泊まらせてよ。うん。クルちゃん帰れっていうのは帰るよ。来るのガチ恋の人帰れって なんで帰ってほしいの。来るちゃんってガチ恋っているのかな。ちなみに一人でいるのか寂しい。まあまあ寂しいもあるよね。まあでも今月はずっと家でいたからね。1週間ぐらいいた。で誰とコラボした。タトルちゃんと今月誰と絡んだっけ。もうこの10日間が毎日もう配信しすぎて。あ、アリサちゃんね。あれ、佐藤さちゃんはマネージャー今月だっけ。
給食ちゃんは先月じゃない、だからあんま絡んでない思うほか。くるちゃんでしょ、まあ、くるちゃん元嫁なのね。あ、えみ太郎はあと入荷してるね。やっちょも面白かったね。プリン2個、2個あります。積極的に絡んだ方がいいんだろうね。でも新やっちょの YouTube 見たら、かっこいいるね、うん、やっちょ好きな恋がいるわ、しっかりと、うん、やっぱ沸かせれば数打てば当たるんだろうね、うん、やっぱ変わり者っているよね。今日もやっちょ頼んだぞみたいな、うん、今日もやってくれっていう、そういう層と、あとガチ恋っつうか、かっこいいがいるね、やっちょ好き好きみたいな、かっこいいみたいな、当たります。ゼロワンのね、俺の情報を一日の配信を切り抜いてやっちょに逐一送っているつながいるんだって。うん、で今日は何してたかっていうのがね、分かるっていう、うん、グミちゃんみたいなのかな。グミちゃんもね、優しいからやっちょに怒らないし、基本的に。クルちゃん付き合ってた時から肩凝ってたでしょ。うん、すごかった。うん、凝ってたよね、ずっとでしょ。どんどんひどくなる。マッサージします？あ、いいの、ちょっとして。あ、肩こりがひどくて。あ、うまい、うん、あ、いいかも。全然答えないね。会長イケメンだよ、うん、皆様もかっこいいよ、俺よりも、うん、そうだよ、いかついわ。タトゥーとか入ってる。マルコもイケメンだよ、顔は。うん、金いくらよ。え、全然ほぐれない、ほぐれなそう、うん、で効かないでしょ、これで。だから立って上からこう体重かけるやつ、全体重で。え、この体勢で。だから肩にこう体重かけるってこと。はぁ、そうそうそう、それでほぐしてたわ、眉はね、硬すぎて。そうそうそう、うん、え、こう押して、そうそう、押してほぐしてた。うん、これは効くんだよ、体重かけてね。で、眉は30分やってた。すごっ、毎日えらっ。30分だよ、めっちゃ尽くされてるじゃん。うん、うん、眉王子にしてたでしょ、俺が教えたんだよ。俺が教えたんだよ、うん、でこれ眉のマッサージのため付き合ってたから。本当、マッサージのために付き合ってたと言っても過言じゃないレベル。うまかったんだ。うまいよ、やっぱ足じゃダメですよ、手もみとか。うまいな、肩甲骨くる、うまいな。うまいでしょ、肩甲骨痛っ肩もみってね、肩甲骨を揉むっていうよね、プロは。肩揉まないんですよ、後ろの肩甲骨揉むんだけど、肩甲骨痛いな。カリちゃんに教えてもらったの。コマイくん？コマイってマッサージまで覚えさせて奴隷にでもする気？コマイうまいけど。あ、でもゼロワンかもね。うん？やってもらってた。いいな、聞くな。で、肩こり治った人っている？めちゃくちゃもう何しても治らなかった人、これして治りましたみたいな人いる？そういう人いる？俺もう治んなくても何年ももうずっと治らなくて、ひどくなってそう。ひどいよ、肩こりがしんどいって感じ。もう喋るのがしんどいじゃなくて、肩こりがしんどくて配信終わっちゃうんだよ。やはりやったことない、肩甲骨剥がしね、それ効かないんだよ。だから上から押してほしい。あ、そうなんだ。体重かけて全然効いてない。でも上から体重かけて押すのが一番いいんだ。一番ほぐれると思う。うん、で眉は体重かけて気持ちいいの。うん、で立った方が楽よ、それ腕疲れるでしょ。うん、体重かけた方がで腕もあんま回してないから肩こり剥がし
で運動しないじゃん配信してたら、それ余計に筋肉だから、マッサージ通い出してもうひどくなった。これよくあるあるなんだよ、うん、マッサージ通うと状況が悪化しちゃうんすよ。気をつけてね、肩こりの人。これ痛い痛い、これも揉むのは炎症しちゃうから良くないんだよ本当は。でももう肩こりすぎてこれやってもらわないときついからやって。これは負のループ連鎖なんだよ、悪循環。だから案外いいのはあの体式マッサージとかあの ヨガみたいな、うん、ヨガとかするといいんだよ、うん、そういうちょっと運動みたいなやつ。でも俺運動はできないからもうこれでもちょっとスッキリする。足りないけどね。あ、リンパね。で運動しないからここに血が流れないんですよね、肩こりって原因って。血が流れないから ダメなんだよね。だ血流良くなるんだよ一応揉むと。あ、うん、だから今血流が悪いのよ。岩盤浴いいよ、うん、デトックスやばいよ。でも俺配信しなきゃいけない。でなんでこんなに配信配信って言ってるかって言ったら、寝る時間が長いんだよ無呼吸症候群で、うん、過眠症だからもう起きたら配信しないともう時間ないんですよ。リスナーさんって何時間寝る？1時間5時間とかで睡眠時間足りる人だったら俺ね、もうショートスリーパーに生まれたかった。4時間でシャキッとやれる？俺ね10時間ぐらい必要なんですよ。少なくて10時間で、昨日は5時間しか寝てなかったからマジでしんどかった。エミタロちゃん、ありがとうね、クロちゃん。いや、エミタロちゃんに起こされたんだよ、5時間ぐらいで。だからめちゃくちゃしんどくて、昨日は体調悪かったん、ずっと。コンディションが良くなかった。で今日はコンディションはいいです。うん、ずっと喋れてるから。もう喋れなくなっちゃうんだよ。ずっと喋れない。お酒飲むとだるくなる。わかる。俺はね。うん。クロちゃんがたまに酒飲んではしゃいでるの見ると、羨ましいな。はしゃいでないよ。はしゃいでるよね、たまに。ね、クルちゃんもだるくなるの、酒飲むと。うん。飲み屋行って、飲んだらだるくなってどうすんの？え、でも飲み方によるけど、飲むと喋れなくなる。うん、そう。あ、俺も。飲むと、もう帰りたくなる。うん。うん。俺はね、1時間ぐらいで帰りたくなっちゃう。交代しろよ。交代してあげようか。いや、いい。揉んであげようか、ちょっと。いや、いい。いや、マジでいい。牛してごらん。でかいね。こんなでかかったっけ。今までちっちゃいやつとしか付き合ってないからだ。大きい人いた？うん、でかいよ。183あるからね。デブって安心するからね。いらないこういうペット。キモカワペット。飼わなくていい？月1ぐらいで。月1ぐらい？気持ち悪い？まあ男に、男はそう思うでしょ。ね、男で可愛いとは思わないでしょ。気持ち悪いでしょ。でもいるんすよ、女の子でね。俺をペットにしたいみたいな人。俺のこと可愛いと思ってる人いるんだよ。実際。どう？リスナーさん。可愛いでしょ、俺のこと。いるんですよ、中にね。可愛い、ほら。母性本能くすぐっちゃうのね。もう女の子はもうたまんないよ、俺のこと。食べる？食べる。何アイス？チョコ。たまにはこういう顔しない？こう引きつったような、あれなんだろうね。こういうなんかしない？どれがいいですか？なあ、ピノを2個食べたい。いっぱいあるよ。2個だけでいい、うん、自分的には夫婦にしか見えない。だからキュンとしたいよね。キュンとさせて。そう、キュンがないよね。うん、キュンがあればまた燃え上がるんだよ。キュンがないんだよ。相性は悪くないんだけど、キ
キュンとしないからで、しかもキュンとさせたいけどどうしたらいいの？デートしてもね、キュンとする？キュンは最初だけ？キュンってしないの？やっぱ長年いると無理か、どういう時にキュンってするだろうね。知り合いたての頃は手つなぐだけでちょっとキュンキュンしちゃうもんじゃん。無理か、キュンは。無理だね。小前くんキュンキュンした？緊張。緊張？したの？キュンキュンしなかった。怖い。怖いんだ。え、キュンキュンするの怖くない？なんで怖いの？好きになったら取り返しがつかないじゃん。好きになってんじゃん。いやいや、全然全然。小前のこと好きになってんじゃん。いや、全然。え？あれ？だからゼロワンからもう誰のことも好きになってない。え、小前くん好きじゃないの？おかしくない？なんか自分で歯止めをかけてる。パイスが好きじゃないってこと？爪切り持ってる、うん、チーズと爪切り、うん、もう好きで隔ってなかった、泣いたりしなかった。だからあれも配信じゃん。え、ネタってこと？うん。小前くん大して好きじゃないわ、お前のこと。結婚したいって言ってたよね。大丈夫、来るじゃん。コロコロ変わってないか。結婚したいって言ってなかった？会ってホテル行ってその時に結婚したいと思ったって、うん、それはネタじゃん。え？ホテル結婚したいってさ、その出会って4時間でホテル行って言わないじゃん。ネタなの？え、でも本当に結婚できたら、うん、伏線にもなるじゃん。伏線？意味がわからん。もうくるちゃんさ、くるちゃんの頭の中わからんわ、ほんと。いや、俺ネタっつっても正直に喋ってるだけで、俺のネタはちょっとね、全部本当なんだよ。ネタのようで本当なんだよ、俺はね。うん、はい、物は言いようだよね。物は言いよう。好きじゃないの、お前のこと。なりたいけど怖い。好きになるの怖い。絶対ゼロワンとコマ行くと同じタイプだと思うから。そうだね。うん、大切にされないよ。うん、うん、無理ですよ。カリちゃんタイプがいいけどつまんないでしょ。うん、ね。でもカリちゃん一番続いた、ゼロワンと別れて一番続いたんじゃない？カリちゃんいい男だったろ。うん、なあ、ああいう男にしなきゃ、幸せになりたいんだったら。一応ね、結婚して子供もいっぱいいるからね。うん、うん、カリちゃんに太らせすぎられたな。前はマジで痩せたから、くびれあったから。クルちゃんくびれあったんだよ。痩せないと。マジでガリガリだったんだよ、クル。俺の時ね。そんなガリガリだった？俺痩せろっつってた。うん、うん、クルちゃん痩せたのにさらに痩せさせるから。俺眉毛もだいぶ痩せさせちゃったね。ほんと、まゆちゃん、うん、痩せすぎだよね。俺ね、あの中途半端が嫌で、中途半端な体型一番嫌いなんだよ。痩せてるかぽっちゃりかどっちかがいいんだよ。今じゃん。だからアーヤンか眉がいいんだよ、俺。どっちかなんだよ。あ、中途半端嫌なんだよ。で、おっぱいも A カップかG カップ、理想はどっちか。うん、俺はね。で、俺は別にどうでもいいんだよ、痩せようが太ろうが。俺、女の子は中途半端嫌だから。ちっちゃいならちっちゃい方がいいし、痩せてるなら痩せてる方がいいから。うん、で、ユリニアぐらい痩せてる方がいい。うん、中途半端よりもね。中途半端でしょ。中途半端に痩せれるなら太ってほしい。うん、デブにはデブの良さあるから。マジでエロいよ、デブはデブで。肉が、肉ついてて、あの肉のたるみがエロスだよね。でも中途半端はマジでいいことない。エルマーキャンとかめっちゃ太ってそうじゃん。エルマーちゃんはぽっちゃりだよ、ちゃんと。うん、
今もかな。今は知らん。ちゃんとぽっちゃりアイドルだよ。だあの C カップとか一番無理。うん。C カップ一番嫌い。そうなの。うん。C カップはマジで嫌い。なんか A カップの方がいい。クルちゃん A カップ。うん。でしょ。ほら。は？はどんどん C カップめくれてるよ君たち。うん。文句言うやつ C カップだから。はとか言って。で、乳首もちっちゃいかでかいか中途半端いらないよね。中途半端嫌いなんだよ。細身の D、 いやおっぱいが中途半端だね。うん、E はないと、うん、中途半端だね。だピンクか黒いかだからもうその中間は、私黒くないよとか言って中途半端な茶色見せられても困っちゃうんだよ、うん、黒くはないと思うけど黒くなってほしいんだよ。乳輪もでかいかちっちゃいかだよ。うん。中途半端やだよね。だから500円玉ぐらいはほんと中途半端。うん。でかい方がいい。だから巨乳の爆乳の人っていうのは乳輪もでかいんだよ。そうでしょ。うん。で C カップぐらいの人は乳輪も中途半端なんだよ。俺はでっかい男になりたいから。で俺は身長もでかいし中途半端じゃない、ちゃんとクズだし中途半端のとこ一つもない。狛江がマジで中途半端、うん、優しいのか優しくないのかよくわからん、うん、いいやつなのか悪いやつなのかよくわからん。これも言わない、うん、中途半端ダメですよ。あ、ナイスをしてくださいよかったな。あまりナイスナイス言わないでしょ。ねね、ほんとすごいよね。押してくれてる人いるの、うん、基本的にやったら200、300ぐらい増えるじゃん。いや、そんな増えない。うん、黒いか皮かぶり中途半端じゃない。俺しっかり方形だよ。うん、中途半端に頭覗かせてないよ。しっかりと覆い込んでるから、うん、中途半端じゃないんだよ。イライラするこの見なきゃいいじゃん。なんで見てんの。イライラするものをイライラするものを見てイライラするってあの自業自得じゃん君。なんで見てんの、うん。イライラするに良くないよ。俺もイライラしたくないです。イライラしないために自分も何か動かないと、人任せよ。いやカスで臭くなるからちゃんとお風呂入った時は綺麗にしてます。剥いてね。うん生えてるか、うん、でも俺はね毛深いのが好きだから。でクルちゃんにも脇毛を伸ばさしてたんだよ。でその脇毛伸ばさしてその脇を舐めるのが好きだったんだけどクルちゃんが1週間で我慢できず剃ったんだよ。で怒ったよね。やってたね。うん、1週間とかも2週間行ったかな。2週間分の努力を俺に相談なしで剃りやがって許せなかったよ。でも伸ばしきってもそんな伸びないよ。うん、でもそれがいいんだよ。どれぐらい、あのつまめるぐらいまでは行ってたね。うん、つまめるぐらいで、その脇毛を生やすっていうには理由があって、脇毛生えてる、脇を見られてるって恥ずかしいじゃん。恥ずかしめたいんだよね。うん、こう手で押さえてほらこう見てるわけじゃん俺が。で脇毛見したくないでしょ女の子って。恥ずかしいでしょ。うん、でその顔を見るのが好きなの。うん、恥ずかしがってる顔が一番好きなんだよ女の子のね。で他にどういうのが好きなの。うん、なんかオナに見られたいとかさ。そういうのはないけど、クルちゃんとはあの俺がどっか遠出した時はオナ電してました、うん、クルちゃんとね寂しくて会えない時は、まあ、あとフェチか、あとはあの四つ馬であのケツの穴を見られてる時の恥ずかしい顔
もう好き。うん、嫌でしょ女の子。うん。ケツの穴なんか見られたくないでしょ。でもそういう恥ずかしい格好にさせてしっかりと見るんだよ。でその時の恥ずかしそうにしてる姿が好きなんだよ。で俺はそういうフェチなんだよ。フェチっつか恥ずかしめたいんだよ。うん、恥ずかしめたいから、あとは何々くださいとかも言わせる。うん、変態なのかな、変態かもしれない。何々くださいとか言いたくないでしょ。でも言わせる、これは。うん、サイコパスより変態かもしれない。相当超えてる。くるちゃんにもいろいろ言わせてたと思う。うん、愛してるとかそういうの言ってたよね。でそれじゃなくておちんちんくださいとかも言わしてたと思う。言ってたっけ。うん、絶対に言わないと俺はやらないから。じゃあ変わったんじゃない。変わった。うん、でそんな言った記憶ないもん。言ったこ記憶言わせてたよちゃんと。うん、で誰のとかって、そしたらこうちゃんのおちんちんって言わないとダメなんで。そういうのがあるんだ。あーいいね。えゆまれちゃんとかまゆちゃんもそういう言ってた。何いいねって、おかしいでしょ。自分も言ってた、覚えてないだけで。いや私は言った記憶はあんまない。言ってたよ、言ってたよ普通に。うらやましいんだけど、なんかそういうの言わせられるのが。言わなきゃダメでしょ。うん、言わなきゃ、うん、ご褒美あげれないでしょ今までで。じゃあセックスした中で一番可愛い子にそういうのを言わせてた。何一番可愛かった子。いや違う、それ付き合って1ヶ月ぐらいとか、数ヶ月経たないとできないから。あ、そうなんだ。うん、だからもう言わしてるのは限られてる。そのオフパコとかじゃ無理だから、さすがに。うん、オフパコとかはもう自然に普通にやるよ。ちょっと、うん、慣れてきたらそういうことが始まるよ。慣れてきたらね。でもさ、なんかリスナーさんをお風呂で待たせてセックスしてたでしょ。何あれ言ってなかったっけ。あ、あいやね。ちょっとどういう状況だったの。ん、だからなんかグッズかなんか頼んだ時に2人来たんで、リスナーさん最近も家掃除3人来たんだけど、うん、でちょっとやりたくなっちゃって、うん、で一人の人にアパホテルだったんだけど、うん、ちょっとやるまでトイレにいてもらったんで、うん、アパホテルのあの狭い空間の中で、うん、で終わったら、あ、ごめんって言って終わったって。え、興奮した。うん、いや興奮っていうか、それは別に興奮しないけど、我慢できなかったから。その後3人で寝たってこと。3人で寝てないよ。俺にちょっと用事があって来ただけだから、そういう目的でそもそも来てないから。へえ、うん、その子は帰ってからすればよかったじゃん。何、いや一人だけ帰ってもらうのもおかしいでしょ。あ、そういうことね。うん、でマジでもうその来た子がマジでエロいんだよ。アーランちゃんとか。うん、マジでJカップ EFABCDEFGHIJ だから J だよね。目の前に J があったら我慢できる男いるのこの世に。あ、じゃあ逆に待ってる子の方が興奮しちゃったかもね。それは分かんないけど、ないか。うん、もうメロンっていうか、もうやばいでしょ J は。うん、おかしいでしょ。うん、どういう心境で2人が帰ったの。しかもアーヤンって垂れてないからね。でかくてもだからもうアニメみたいな、アニメ、エロ漫画とかそういう世界よ。エロ漫画でもうアヘ顔してもここら辺なんか汗かいてるような、ああいう体型だよあれはね。もう神がかってるね。うん、誰だろう、誰だろうって。じゃん、アーヤンちゃんはみんな知ってるでしょ。顔も可愛いよ普通。うん、顔もね、うん、今思うと付き合えるチャンスあったからチャンス逃したなと思
彼氏できちゃったからね。うん、彼氏ができちゃったから。え、じゃあ今まで配信やってて一番良かったなって思った配信の権力でやれたみたいな。何？くるちゃんもそうじゃんね。くるちゃんってマジでアイドル配信者だったからね。くるちゃんだって配信の力だよ。配信でちょっと流し入れてきて、でゼロワンさんって知ってもらって来てもらったじゃん、くるちゃんと。自分が配信で売れてなかったらくるちゃんとも出会えてない。あやんちゃんそうだよ。可愛くね、見せてよ。ちょっとさ、ゼロワンの好みって俺、あーやん可愛いでしょ。ガチガチの美女じゃないよね。何ガチガチの美女じゃない。ガチガチのもう、いや普通にで、アスカキララとかそういうの。アスカキララとか無理。うん、なんでなんで。うん、だ整形顔無理。あ、そうなの。うん、多分篠崎愛の体に日本人あの一番近いかも、俺が今までやった中で。あ、俺篠崎愛が好きなんだよ、うんうん、篠崎愛に近いんだよ、アーヤンは。うん、アーヤンはちょっとでかいぐらい、うん、で眉はまあ整形顔だけど、眉ってなんか整形顔っぽくないじゃん、中国っぽいじゃん顔が。うん、眉ちゃんって眉ってなんかそんな整形顔な感じがしない。うん、でもナチュラルでしょ。でも2回目のあの整形してからなんかこの辺に違和感をやっぱ感じるね。やっぱなんか鼻と口が喧嘩してるような感じはする。なんかこの辺喧嘩してるなとは思うけど、マスクしてると全然いいんだけど、マスク取るとなんか喧嘩してるなっていうか。え、じゃあクマちゃんみたいな顔も。くまちゃんの顔あんま知らん。うーん、でも会ったことあるけど可愛かった。可愛いよ。でもくまちゃんぐらいの年齢って可愛いでしょ、みんな20代そこらってね。可愛いに決まってるんだよね、婦人部さん。私もね、二十歳ぐらいの時はっていう人いっぱいいるでしょ。可愛くて当たり前だよ、そんなの。モテて当たり前よ、変な話。うん、で年取ってからモテるかどうかよ、女は。あの若い時ってもう若いだけでモテるからね。うん、もう二十歳からもう10代からもう25ぐらいまでは無敵よ。うん、どんな男でもいけるよ。でも30、40過ぎてくるとそうはいかないよ、やっぱね。うん、なかなか難しい、やっぱね。男って結局若い子好きだからね、言うて。うん、誰でもモテるのに20代そこそこの若い子は勘違いしてらっしゃいますよ。うん、あなただからモテるんじゃなくて若いからモテてるだけなんだよ、そんなのは。はっきり言ってね。くるちゃん27でしょ。7。こっからよくるちゃん。今はまあ、くるちゃん今はまあだってモテるでしょ。いや、もうダメになるから。いや、まだ。いや、もうちょっとね。くるちゃん、今めちゃくちゃ持ってあって。火薬も水にゃんもね。うん。くるちゃん、大好きだったじゃん。いや、もう私、そろそろ。だそろそろ来ちゃうよ、もう。あと、まあ、30ぐらいまでいけるけど。スナックのママとかやりたい。いや、無理。なんで？いや、接客がそんなにうまいとは思わない、くるちゃん。江戸引きてよ。うん、でスナックのママとかってマジですごいからね、ああ見えて。うん、うん、ね、飲み屋のママってずっと飲み屋で働いてきてマジで接客のプロだから、プロ中のプロだから簡単に多分なれない、くるちゃん。うん、言うてもくるちゃんも配信しかない。そうかも。うん、だからパパ活とか裏で稼ぐことよりも配信頑張りなさいね。来月休んだら、来月から休まずに頑張りな。うん、男と女が差が出るのって女ってストイックさないよ。頑張っても1ヶ月2ヶ月でいなねこも休むしね、長期。こんないるしね。うん、でも男はもうずっとやってるから、言うて。
その代わりめちゃくちゃ部屋汚いよね。うん、男は結構ストイックだよ、ふわっちだけで見ても。うん、妻にはストイックだったね。確かにね。うん、あれよ、あれが配信魂。確かに。うん、妻にゃんは今、妻にゃんはなんかバズるかもね。YouTube とか始めるんじゃない？あのあれブレイキングダウン出るからで、ヘズマの奥さんと戦うでしょ。ヘズマの奥さんとだ、ワンチャン流行って YouTube 売れるよ。で朝倉兄弟にコラボ依頼とか来たらもう時の人だね。うん、コラボレーションするかもね。で朝倉海とするかもね、ワンちゃん。うん、あの今西翼なんですよ、芸名がね。あ、皆さんありがとうございました。じゃあ寝るわ、またね。みんなちょっとゆっくりするよ。よく喋るね、まあ仕事なんでね。これがナイスだけお願いします。ありがとうございました。あとイベントもありがとうございました。本当にね、また頑張ります、1位になれるように。リスナーさん本当にありがとうございました。またね、起きたらやるわ、起きたら。じゃあね、ありがとうね、遅くまで。おやすみ。何かあったら LINE か DM してね。うん、リスナーさん。